どうも、ドムです。こんにちは。今日はですね、肩周りのエクササイズをやってほしいっていう、要望がありましたので、ちょっと肩周りのね、エクササイズを紹介したいと思います。前半は少し解剖学的なことを説明してから、後半にエクササイズの方をしますので、エクササイズだけしたいって人は、もう前半飛ばして、エクササイズ行っちゃってください。まあでも、解剖学、すごい大切なので、そちら、しっかり勉強したいっていう人は最初の方もしっかり聞いていただけたらなと思います。今回、そうですね、肩こり、首こり激しい人、あるいは怒り肩だったり、ちょっと猫背、あるいは巻き肩、少しね、肩周りの姿勢、背中の姿勢気になるって人、あるいは、肩の動きがあんまり良くないっていう人もね、この動画ぜひ見ていただいて、後半のエクササイズを一緒にしていただけたらなと思っております。はい。肩の話は以前ですね、肩甲骨呼吸っていう動画を上げてますんで、覚えてる人も、まだ見てないって人もね、いらっしゃると思うんですけれども、そちらも見ていただくとすごい分かりやすく、自分で言いますけど分かりやすく説明してますんで、そっちも見ていただけたらなと思います。はい。今日肩に注目してお話ししたいんですけれども、肩関節っていうものですね。ここ肩関節って思われますけど、肩関節って意外と複雑というか、いろんな関節が組み合わさってこういう腕の動きができるようになっています。そこでですね、まず骨、これに関係する、肩に関係する骨をちょっと、おさらいしたいと思います。まず4つ、大きく分けて4つですね、覚えていただいたらいいかなと思います。まあ上腕骨、この腕の骨ですね、これ上腕骨っていう骨です。プラス鎖骨ね、この首の付け根から肩の端っこまであるこの鎖骨、これ2つ目。3つ目は肩甲骨ね、肩甲骨。そして1つ最後、胸骨、ネクタイみたいな骨、胸骨。上腕骨、鎖骨、肩甲骨、そして胸骨、この4つ覚えておくといいと思います。それにね、くっついた筋肉、大きい筋肉でいうと僧帽筋だったり大胸筋、あるいは広背筋ね、そういう筋肉、あるいは菱形筋、ちっちゃいところでいうと棘上筋、棘下筋とか肩甲下筋とかたくさんあるんですけれども、そういうたくさんいろんな筋肉がね、関わってますんで、やっぱ肩の動きが悪くなると、それらのね、筋肉使えなくなりますので、肩の構造を理解して、しっかり上手に、肩関節は使えるといいですよね。それに合わせて、早口ですね。すごい早口だけど。プラスアルファ、それに関係する関節、関節もたくさんあります。こんだけね、4つの骨が組み合わさった関節なので、それぞれの骨同士に、あ、一つ言い忘れてました。骨の話、プラスアルファですね。4つ紹介しましたけど、もう一個、肋骨っていう部分もすごく大事になります。肋骨。肋骨の動きも肩甲骨、肩甲骨じゃない、肩関節の動きにすごい重要な骨なので、それも、一つ頭に入れておいてください。上腕骨、鎖骨、肩甲骨、胸骨プラス肋骨の動きをしっかり使った方が肩はしっかり動けますよっていうことですね。理解しておいてくださいね。それに合わせた関節の話になりますけれども、一番今日意識したいのは、ここの肩甲、あ、すいません。胸、すいません。胸骨と鎖骨の関節、胸鎖関節っていうね、ここに、ちょうど首のこの付け根の横にある関節ですね。これ鎖骨ちょっと動かすと分かると思いますけれども、鞍関節っていう鞍状の関節なんですけれども、構造上、動きは、たくさん動く玉関節、球関節のような動きをしますので、ここがすごく重要になってきます。プラス今日紹介するのは3つの関節紹介しましょうね。この、上腕関節、肩甲上腕関節ですね、肩甲骨と上腕骨の関節、こうやってしっかりはまったような
これも玉の関節ですね。たくさん動く関節になります。ここの関節、大体みんな肩関節っていうとここを意識すると思いますね。あ、腕の動き悪いなって言ってここから皆さん動かそうとしますけどね、ここだけ注目しても、あまり良くないかな。やっぱここのね、狭窄関節すごい大切ですね。プラス2つ目が肩甲上腕関節、もう一個、肩甲骨と肋骨の間の、これはね、構造上は関節ではないんですけれども、機能的に関節となっているので、覚えてほしいのが、胸郭関節って、胸郭っていうのはね、この肋骨周りのこと、胸郭って言いますけど、胸郭とこの肩甲骨の関節、胸郭関節、機能上の関節ですね。で、この3つ覚えてください。肩鎖関節、ここにね、肩甲骨と鎖骨の関節があるんですけれども、そこはたくさん動かない関節なので、今日はそこは置いておいて、この付け根の部分、胸骨と鎖骨の胸鎖関節、肩甲上腕関節、肩甲骨と上腕骨の関節ですね、肩甲上腕関節、プラスアルファ、肩甲骨と胸郭を結ぶ胸郭関節っていうこの3つを覚えてみてください。OK。狭窄関節、肩甲上腕関節、胸郭関節、3つゆっくり言いました。はい。ここをね、たくさん使うと、これはね、上腕骨、鎖骨、肩甲骨、胸骨、肋骨っていうのがね、同時にユニットになって一つになって、複雑な動きができるようになっています。なのでどこかのここだけの関節っていうのは動くことってすごい難しいというか理にかなってない動きになるので、それぞれをねユニットとして大きく動かせるように今日はエクササイズをしていきたいと思います。 OK ですか？ではエクササイズしたいと思います。今日のエクササイズちょっと複雑かもしれませんけれども、一緒にやってみましょう。目印としてね、この何関節ですか？胸鎖関節ね。ここを目印に今日はしっかり使いたいと思います。ここをね、一度へこましたり、前に突き出したりしてみてください。へこます。突き出す。そうです。へこます。突き出す。背中も一緒に使って結構ですよ。へこますときは少し斜め下に押し込むようなイメージしましょうね。で、突き出すときは斜め上に向かってグッと押してください。へこまして、突き出して。そうです。これに、腕の動きをつけていきたいと思います。まず手のひらは上向きで使います。今座ってますけれども、立ってやっても結構ですよ。座ってやっても全然問題ないです。手のひら上向きで肩に当てます。肩に、ここから脇を開かずに脇閉じたままで、さっきやったこの胸鎖関節の部分をグッと引きますっていうと、こうね、肩が上がってすくんだ状態になると思います。それで結構です。一度このまま胸開きましょう。で、手を下ろします。この動き。1、2、で、胸突き出して、3、4、1、2、3、4、はい、3、2、3、4、4、2、3、4、ラスト、5、2、3、4、OK ですか？こう、ぐっと引いたときに肩甲骨もね、しっかり動くようにね、しましょうね。まず、これが難しいって人は、ここからしっかり練習してみてください。この胸骨をぐっと引き込む、押し込む、で、押し出す。これに手をつけて、1、2、3、4。このときにね、1、2って開いてこないようにしてください。1、2、ね、この脇が開かないように、こう閉じたり開いたりもしないように、こういう状態です。で、3、4、はい、これができた人は次のステップいきます。
1、2まで一緒、しっかり引き込んだ状態。このまま、脇を開きます。今度はね、この状態作ってみてください。この時に上腕と、これ上腕、これ前腕、上腕と前腕が同じ高さになるようにしましょう。こう前腕が上がってしまったり、あるいはこう下に巻き込んでしまったりしないで、上腕と前腕が同じ高さにきます。そこから脇閉じ直して、胸開いて下ろします。1、2、3が増えます。3、4、5、6です。肘、胸、胸骨押し込む、3脇4脇締める、5胸開き直して、6で手を下ろします。はい、6つの動き、1、2、3、4、5、6。はい、こう脇開いた時に背中丸めてますので、こうね、背中丸い状態なので、こう肘は肩より少し前に出てますよ。こう後ろに引っ張らないようにしてくださいね。ちょっと斜めに横から見た状態しましょうか。1、2、3で少し斜め前、わかりますか。3、4脇締めて、5で胸開き直して、6。あと3回いきましょう。1、2、3、4、5、6。もう1回。1、胸骨、脇、脇締めて、胸骨突き出して、下ろす。ラスト。1、2、3、4、5、6。リラックスしてください。首周りにね、ぐーってここばっかり力入れないようにしてくださいね。肩甲骨をしっかり動かしますよ。目線ちょっと気になるかもしれないですけれども、こう上げてしまうっていうよりも、この部分、少し斜め下見た方が首楽ですね。斜め下、このまま。で、ここで視線戻して。1、2、3、4、5、6です。はい、大丈夫ですか。もう一つね、最後、これ最後、ここまで来た時に、ここまで来たら、最後、肘を伸ばす運動を入れていきます。ちょっと肘の動きプラスアルファしていきます。8個の動きに増えます。1、2、3まで一緒。このまま、腕の高さ変わらないように肘を伸ばします。はい。そこから肘を曲げて、脇締めて、胸開いて、手を下ろす。1、2、3、斜め前に伸びます。5、脇締めるだけ。6、7、8。ちょっと一個飛ばしそうになりましたね。1、2、3、4、5、6。胸開く。7、8。1、2、3、4、5。脇締めて。6、7。あと3回。1、2、脇、肘、肘、脇、胸。あと2回。1、2、3、4、5、6。胸骨上、7。走らすと、1、胸骨入れて、3、4、5、6、7、8。はい、リラックスしましょう。この辺ね、しっかり使えたと思いますよ。ここまで来てから、こう肘伸ばすときにね、またこうやって広がってこないように、この肘のポジション変えないで肘だけ伸ばしますね。で、このポジション変えずに肘だけ曲げて、脇締めて、胸張って、リラックスです。わかりましたか？あと2回、3回やりましょうか。3回ね。はい、一緒になってやってください。首周りもしんどくなった人は見るだけで結構です。手のひらは前向きです。これね、手のひらをこう内に返っちゃうと巻き肩の原因になるので、ちょっと開く意識してあげましょう。ここから、1、胸骨に、
3、4、斜め前です。5、脇、7、8、2、2、3、斜め前、5、6、7、ラスト、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、OK でした。解剖学の話もしましたけど、それもまた覚えておいてください。胸骨、鎖骨、肩甲骨、上腕骨、それにつながってる、胸鎖関節、肩甲上腕関節、肩甲骨と上腕骨のね、関節なので、肩甲上腕関節、プラスアルファ、肋骨忘れてました、肋骨の動き。こういう動きで肋骨入ってましたね。肋骨。使ってます。肋骨の動きも、肩の動きにはすごい大切になってるっていうのを覚えておいてください。その肋骨と肩甲骨が、関節になってる部分、機能上の関節、肩甲胸郭関節、この3つの関節をね、少し覚えておいていただいたらなと思います。はい、今日はこれぐらいにしたいと思います。またね、わからないこととか、疑問、質問あればコメントください。あと、こんなんやってほしいっていうのもあれば、ぜひ教えてください。ありがとうございます。頑張ってねー。